皆さんこんにちは。女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで現在は心理カウンセラーの中本姫香さんが2月28日に自身のブログを更新し、一般男性と結婚したことを発表しました。私事で恐縮ですが、先日結婚しました。お相手は同い年の会社員の方です。朗らかで頼もしいお兄さんのようで、お茶目で可愛らしい弟くんのような存在ですと報告しました。そこで今回は中本姫香さんの経歴やお相手との馴れ初め、交際期間について詳しく調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは中本姫香さんについてご紹介します。1996年4月13日生まれ、広島県広島市出身。女性ローカルアイドルユニットスプラッシュ、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーです。姫たんという愛称で親しまれています。小学1年生の時にダンスを始め、小学4年生の秋、母親の勧めでアクターズスクール広島の C クラスに16期生として加入。ボイスレッスンを90分、ダンスレッスンを90分、個人ボイスレッスンを30分こなす日々を送っていたそうです。しかし小学校時代の将来の夢は女子アナウンサーで、将来は大学へ進学するつもりだったそうです。中学1年の時には受験勉強のためにアクターズスクール広島を退学しようと考えていましたが、講師に引き止められ、アイドルグループスプラッシュのメンバーとして活動を始めます。中学生時代は放送部の部長を務め、 NHK 杯全国中学校放送コンテストにも出場しています。中学3年の時に歌やダンスで人を元気にしたいと思い、自らの意思で乃木坂46のオーディションを受験。2011年8月21日乃木坂46の1期生オーディションに合格。2012年2月22日乃木坂46のファーストシングル「ぐるぐるカーテン」のカップリング曲で CD デビュー。同年3月母と妹と共に上京しています。大学へは進学せず芸能活動に専念し、2015年乃木坂46のイレブンスシングル「命は美しい」のカップリング曲「君は僕と会わない方が良かったのかな」で初のセンターを務めました。2016年にはヤングチャンピオンで初の単独表紙を務めています。しかし2017年1月28日体調不良のためグループ活動と個人活動を休止することを発表します。同年月に仕事復帰をしますが、8月に生出演した「ヤジラサンデー」の中で体調不良を理由として乃木坂46を卒業することを発表しました。この体調不良というのは適応障害だったということで、いろいろと苦しんでいたんですね。それでも最後までアイドルでいられるっていうのがすごく幸せだと思ってます。この6年間たくさん夢を見させていただいて、すごく幸せな時間だったなと思いますと卒業しています。とても可愛い中本姫香さんですが、妹も話題です。妹は実はベビーメタルのメンバーである中本鈴鹿さんだそうです。姉妹揃って芸能活動はすごいですよね。さて中本姫香さんの現在ですが、体調不良により乃木坂46を卒業し、現在は心理カウンセラーとして活動しています。乃木坂46では先発メンバーに入れなくて悔しい思いをした期間が長かった彼女、アイドルになってからも乃木坂46のメンバーではあるけど主力ではない、いつも中途半端なことをしているなという気持ちもあったそうです。それで頑張りすぎて心身のバランスを崩してしまい、その時にカウンセリングを受けたことがきっかけで心理カウンセラーという仕事に出会ったそうです。乃木坂46を卒業し、2023年3月26日には
早稲田大学人間科学部の健康福祉科学科卒業しました。心理カウンセラーとして生活をしている中本姫香さんですが、先日2月28日に自身のブログを更新し、一般男性と結婚したことを発表しました。私事で恐縮ですが、先日結婚しました。お相手は同い年の会社員の方です。朗らかで頼もしいお兄さんのようで、お茶目で可愛らしい弟くんのような存在ですと報告。誰といても、いや一人でいても、常にちょっと肩に力が入ってしまう私でしたが、旦那さんと一緒に住むようになってからお家でくつろげるようになりました。私のことを大切にしてくれる旦那さんを私も同じように大切にしたいと思っています、と夫への思いを記しました。続けて、いつも現場をご一緒させていただいている皆様、過去に現場でお世話になった皆様、15歳で芸能の仕事を始めて今に至るまで、多くの方に成長の機会をいただきました。改めて感謝の気持ちをお伝えさせてください。私は家族からの愛あるサポートはもちろんですが、現場の方々に見守られながら大人になったと言っても過言ではありません。アイドル時代応援してくださった皆様、今心理カウンセラーとして頼りにしてくださっている皆様、ありがとうございます。これからも目の前の一人一人との対話を大切に、丁寧に仕事をしていきます、とメッセージを寄せました。この発表に対しファンからは、27歳という年齢も加味すれば絶好のタイミングなのかもしれない、やはり家に帰っても落ち着く存在が結婚相手ってのも大事なのかな、末永くお幸せに、推しメンじゃなくてもよく見ていたアイドルの結婚には一抹の寂しさがどこかよぎるものだけど、姫たんは心身ともに苦しい時期があったことを知っていたので、安らげる場所ができたことが心から嬉しい。ダブルセンターの欠場が続いたアンダーライブ九州ツアーの千秋楽、奇跡のように全員が揃った宮崎公演で、姫たんが自身の不調を初めて語った。長い MC を今でも鮮明に思い出す。そのすぐ後の東京ドームでのピンクに染まった景色と晴れやかな笑顔も忘れがたい。それから一歩一歩自分の足で幸せにたどり着いた人だと思うので、その場所を大切に楽しく人生を送ってほしい。ご結婚おめでとうございます。あの姫たんが結婚か、感慨深いです。カウンセラーとしても女性としてもより楽しく幸せな未来が過ごせること応援しています。本当におめでとう、とネット上にはたくさんの祝福の声であふれていました。一方で結婚相手について気になるという声も多く見かけたので、詳しく調査してみました。中本姫香さんの結婚相手は同い年の一般人男性のようです。お相手についてはブログにて、朗らかで頼もしいお兄さんのようで、お茶目で可愛らしい弟くんのような存在と表現しています。中本姫香さんは旦那さんとの生活でリラックスできるようになったとも述べており、彼女の変化を告白しています。ただしお相手は一般人ということもあり、具体的な情報は公表されていないようです。中本姫香さんとのお相手との交際期間や馴れ初めについても、お相手が一般人とのこともあり公表がされていませんでした。しかし中本姫香さんは2017年まではアイドルとして活動されていたため、乃木坂46は恋愛は禁止ではないものの、グループのイメージを損なわれる恐れがあるため、卒業後に交際した可能性が高いかと思われます。また馴れ初めに関してはお相手が同級生の一般人とのことなので、学生時代の同級生や友達からの紹介が高いのではないでしょうか。また一部のネット上では妊娠しているのではないかという情報もありましたが、中本姫香さんは現在妊娠しているといった情報はありません。乃木坂46を卒業後、
認知行動療法やカウンセリングを学び、カウンセリングサロンモニカと私を開設しています。心理カウンセラーとしての彼女は多くの人々の心のサポートをしていると考えられ、自身の経験を生かしてメンタルヘルスの大切さを広める行動も行っているようです。彼女自身の患者さんもいると予測できるため、結婚発表後すぐに妊娠で仕事に穴を開けることはないかと思われますので、妊娠をしていないのではないでしょうか。中本姫香さんの結婚について調べてみましたが、お相手が一般人の方のため詳しい情報は公表されていないようです。しかしいつも一人でも常に肩に力が入り気味だったという中本姫香さんが、旦那さんと一緒に住むようになってからお家でくつろげるようになったとのことだったので、とても包容力のある素敵な人なのでしょうね。これからのお二人の幸せをお祈り申し上げます。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。